皆さんこんにちは、カップラーメン YouTuber のジャットさんです。今日ジャットさんは三洋食品さんから出されているマンチンケンさん監修の卵とじラーメン、さらにお店の味へということで、こちらを食べていきたいと思います。蓋の上には仕上げの小袋がついています。それでは4分で食べていきましょう。それではマンチンケンさん監修の卵とじラーメン完成しましたので、こちらいただいていきたいと思います。かなり卵がたくさん入っていますね。これは楽しみです。それではいただきます。こちらの卵とじラーメン、なかなか美味しい味になっています。マンチンケンさんのラーメンをジャットさんは初めて食べたんですが、この卵とじラーメンっていうのがかなり名物のお店だそうです。味の感想としては、卵とじスープ、中華風の卵とじスープを作って、そこに麺を入れたというような感じなんですが、そんな簡単な味付けではなくて、しっかりとスープの味も美味しい味が出ていますし、コクみたいなのもあります。そして卵がかなり入っているので、スープにとろみがついていて、ちょっとあんかけみたいなスープになっています。なので、なんとも不思議な味なんですが、あっさりしているのにコクがあって、どん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 食べ進めてしまう、そんな美味しいラーメンになっています。これはぜひ名古屋に行った時にはマンチンケンさんに一度お邪魔してみて、食べてみたいなと思うラーメンになりました。それでは三洋食品さんから出されているマンチンケンさん監修の卵とじラーメン、ジャットさんのリピート指数は星3つ中2つになります。これはまた機会があったらぜひ食べてみたいと思います。では次回のラーメンもお楽しみに。またねー。